はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。原田様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動を資金させていただきたいと思います。サミット最終日21日午前10時45分ぐらいから G7 プラスゼレンスキー大統領首脳会議開始。先立って、写真撮影、これだけで大成功感あるという、写真なんですけれども、中央に岸田総理、左にバイデン、オーストラリアの首相、ゼレンスキー、右がゼレンスキー、マクロン、トルドー、スナク、イギリス首相、一番右のですね、女性がメローネ、イタリア首相だそうであります。で、一番右端の男の人は EU のあれだって、で EU の大統領だかなんだか、ロシア中国の孤立感が凄まじいな。こんだけであのあれですね、 GDP すごいっすよね。世界の3分の2ぐらいの GDP あるんじゃなかろうか、ここにいるメンバーだけで。ゼレンスキー大統領来日で、エージェント宗男75歳がニラニラ、早速物言い。ゼレンスキーが大統領が来て、 G7 の国から日本が武器の提供を求められることを一番心配する。殺傷武器を送っていけない。日本の立場を守ることが今後最大の国益であることを多くの人は考えるべきではないか。要するにへりくつでですね、武器提供すんだよって言いたいらしいんですけど、殺傷武器送ろうが何しようが、ロシアが弱ってくれた方が日本の国益じゃない。ウクライナは間違っても北海道には攻めてこないんだから、北海道に攻めてくる恐れがあるロシアが弱体化してくれた方が日本の最大の国益なんじゃない。変なこと言ってんな、宗男はな。一般判断です。何言ってるかよくわかんない。ウクライナに武器あげちゃやーやーなの。この人がいるので維新に投票するのをためらってしまう。てめえはプーチン連れてこい。本当に嫌いだこの鈴木ってやつ。日本を一番軽く見ているのは鈴木宗男。維新執行部は何やってんだよ。言わせたい放題言わしといてね。宗男が恐れるのはロシアに不利になる取り決め。宗男の独り言に関係なく世の中は動いていくと。軍事版なんですけれども、日本人の命をかけなくても実戦テストはできるんだぞ。90式や10式をウクライナに送れ、どっちも戦車ですね、という意見あり。なるほど。当初多大な戦果を上げていたウクライナのハイマース、移動式ミサイルシステムらしいんですけれども、まあ、ロシア側のジャミングで最近は当たらない。兵器は実戦に投入しないと何が起こるかわからない。戦争中に磨かれていくこともあると。そういえばベトナム戦争中にですね、新しく投入された M16 小銃に閉鎖不良の欠陥問題ありまして、戦中にですね、強制閉鎖装置が右側に取り付けられたりと。宗男は日本の兵器でロシアが被害を受けることを阻止したい、恐れてるんですよね。エージェントだしね。それとロシアによる将来の北海道侵攻に向け、日本の兵器が実戦で磨かれるのが嫌だ。外観誘致主義者ですから宗男は。どこまでスパイなんだこいつはね。なるはやでスパイ防止法作んねっちゃダメだな、つくづく思います。維新は副代表の宗男に何も言えねえのか、たしなめる人いねえのか。普段はまともなこと言う馬場幹事長とかも全くダメですな。維新の存在意義って立憲よりマシなのかぐらいしかないっすけどね、今ね。宗男のニラニラも虚しく、アメリカ政府が F-16 戦闘機をウクライナに提供することに同意。宗男が何言っても関係なく、世界は一点に収束していくようであります。一般判断です。よっしゃ、ロシア終わった。戦車に続いて空でも東西対決が見れそうだな。SU と F-16 の空戦とか胸圧。 SU ってなんだろう。ソ連じゃないや、ロシアの戦闘機でしょうね。 F-16 の生産数は5000機ほど、部品もたんまりある。ユーロファイター
ていう、最新鋭の戦闘機なんですけど、それはまだ600機ぐらいしかなくてですね、日本も100兆円で100機買うは F-35 なんて言ってましたけれども、まあ5000機もあるから、まあ部品もたんまりあんだろうな。戦闘機の供与は事実上クリミア半島も取り戻しちゃいなっていうメッセージ。ロシアは F-16 に勝てる戦闘機を持ってない、兵装なんだ。サミット中のバイデン大統領、 F-16 パイロット訓練を支援するって言いました。実は何ヶ月も前からイギリスとアメリカが操縦訓練開始してんだって。アメリカが直接供与するのではなく、デンマークとオランダが持っている F-16 を提供すること予約済みだそうでます。とりあえず45機、提供するって。必要不可欠な消耗部品、例えば弾とかミサイルとか、あとはエンジンのファンですか、ターボジェットエンジンのターボの、まあ、風車の部分ね、あれ消耗品で、しょっちゅうかけたりするそうなんで、それなどはアメリカが提供するんでしょうね。 F-35 と交換の過渡期なので、余った F-16 を、ウクライナにあげちゃおうと。ロシアにはですね、F-16 に勝てる機体がないそうで、クリミアを奪還っていうのは非現実的なことではないですね。これには胸尾もストレスマックス、グルシコ、すげえなんか威勢がいい名前だな。グルシコ、ロシア外務次官ということは、まあ外務省みたいなところのトップなのかな。 F-16 を提供すれば甚大なリスクに直面することになると、声明発表しておりました。聞いてる聞いてる、我々が甚大なリスクっていう意味かもしれない。主語って、大事ですね。シーカゾなんかもですね、何よりも平和とかスローガン言ってますけど、何よりも人民軍の平和だしね。そのためにですね、日本人が抵抗しないように日々救助を守れ軍拡反対ってやってるし、まあ主語って大事ですよ。サミット首脳声明、ウクライナ侵攻の停止をロシアに求めるよう中国に要請する、おい中国、ロシアを止めろということですか。要約するとですね、お前はどうすんだあってことですかね。要請するだから、この要請をですね、中国が断ったら敵側だし、要請するんだったらまあまあこっち側にまだ未練があるってことですね。さらに G7 共同声明、台湾海峡の平和と安定は重要だ。これには中国共産党が逆ギレ、粗暴な内政干渉だ、強い不満と断固たる反対、主権を守る人民の強い決意を過小評価するべきでない、少数の先進国が他国に理不尽に介入し世界情勢を操作する時代は、終わった、吠えまくる。なんか北朝鮮っぽくなってきたな。ずいぶん吠えたな。断固たる反対はお前らしょっちゅう使ってっからあまし聞かねえぞ。いや理不尽なのはお前らだろって話なんですけれども、また自己紹介かよ。内政干渉してんのお前らだろ。内政干渉と何癖つけて内政干渉してくんだボケ。領海領空侵犯しまくってるお前らに言われたくない。これで完全に世界の敵になった。台湾、海峡はお前らの海じゃないぞ。尖閣荒らしといて何言ってんだこいつら。ロシアも中国もストレスマックスのサミットですねこれ。まあ自業自得なんですけど、こういうような状況になったのは自業自得であります。議長国である日本大使呼びつけて文句言ったそうで、完全にサミットに敵対してますね。怖くない日本大使にだけ文句垂れてですね、米国大使や他の国の大使には呼びつけないっていう腰抜けチキンであります。上にヘコヘコ下に横兵っていうのは儒教の影響らしいんですよね。実は独裁者の異性の心得として誕生した儒教は、まあ孔子とか他に人いますけれども、権力者に対して、こうやっといいよみたいな政治マニュアルが儒教ですから、それが美徳なんだって。上にヘコヘコ
下には横兵っていうのが美徳なんだって、儒教では。なるほどなぁ、そういえば韓国政府も韓国メディアもですね、しょっちゅうですね、道徳的優位性とか、未来的、なんとかとか、とか言ってますけど、やがましっちゅうのね、少数の先進国が他国に理不尽に介入し情勢を操作する時代は終わったって言ってるが、要するにまあお前らの言うことは聞かないって言ってますね。台湾に関しては、言ってますよね。まあ完全的ですよ。台湾に関しては反乱を恐れて譲れない、そんなことは言うと、なんか言っとかないと国内の強硬派が反乱を起こすから言えないって言うんだけど、まあそれも自業自得ですよね。そういう状況に自らなってんだから自業自得。今日15時30分頃、岸田総理、 G7 の全てのセッションが終了いたしました。まあ帰るまでが G7 ですっていう感じなんですけども、とりあえず会議会合は終わったみたいであります。ついでに日米印豪のクワッド会談も開催しました。まあもちろんこれは中国への当てつけなんですけど、なんか皆さんゲラゲラ笑ってるんですけど、何笑うとんねんって話。サミットの成果総括、 G7 プラスゼレンスキープラス EU でロシア孤立、中国踏み絵、中国共同声明に激怒、台湾に関してはお前らの言うことは聞かない宣言、ウクライナに F-16 提供決定、まあ前から決まっていたが正式発表と、ロシア大変なことになるぞ、俺が声明を発表と、大変なことになりますよ俺が、ああというですね。ついでにクワッド会談、中国ニラニラと、福島原発処理水について国際原子力委員会ね、の問題ないっていう調査結果を、G7 は支持すると共同声明。これで韓国政府とかパヨが騒ぐですね、汚染水放流反対は科学的根拠皆無になりました。どうせ放流したら放流したで、韓国の漁業業界が魚が取れなくなったとか、なんかどっかから持ってきた奇形の魚、こんな奇形ができたとか文句たれるに決まってるんですけれども、韓国はもっと汚染レベルがすごいのドカドカ流してますんでね。 LGBT 法国会提出、サミットと全く関係なかったんですけど、それは全然話し合われたなんて形跡なかったんだけど、何だったんだあれは。今後の予想なんですけど、テレビは中露敗北のサミットを一切放送しなくなるですかね。これは屈辱だから、中露にとっては屈辱だから、テレビ、日本のテレビは中国ロシアの、スパイっていうか古文っていうか手下っていうか、日本よりもそっちの方を愛しているので、まあ放送しなくなる。核共同とかいうとこのパヨ団体の核戦争を先導する G7 は中国侵略をやめろっていう声明出したらしいんですけど、バカバカしすぎてテレビはさすがに放送できなかったみたいですね。何言ってんだってね。金持ち喧嘩せずで、なんで中国侵略しなくちゃなんねえんだ G7 が、何の必要があって、てめえんとこの領土なんかいらねえよ、人民もという話なんですけど、まあまあパヨの脳内ではこうなってるみたいなんだよね。どこで間違ったんだか、認知の歪みが最大限限界突破してますけどもね。まあまあ明日からまああの平和な日々日常が訪れますね。まあ三日ばかしサミットのことしか言ってませんけれども、まあまあ大イベントなんで勘弁してください。チャンネル登録よかったらよろしくお願いします。メール登院にもなってください。ずうずうしいですけれども、そちらの方もよろしくお願いします。デトックスジャパン。